福島臨海鉄道本線は福島県いわき市の泉駅から同市の小名浜駅までを結ぶ福島臨海鉄道の鉄道路線である。かつては小名浜駅から先の堺町駅までの路線も存在した。もともとは小名浜に作られた製塩所の製品を運ぶための馬車鉄道が前身で漁村からの水産物の積み出しにも使われるようになったが小名浜港が 工業地域として発展するにつれ、工業資材輸送鉄道となり、今に至っている。以前は旅客営業も行っていたが、1972年に廃止されている。ただし、その後も買い物列車や小名浜で開かれる、岩木小名浜港花火大会などイベント開催時の観客輸送列車といった臨時旅客列車が運転されている。臨時旅客列車には、 東日本旅客鉄道の車両が使用されている。常磐炭鉱の石炭石執行として、すでに賑にわっていた小名浜に、鈴木藤三郎が、製塩所を設け、その燃料や製品輸送のために、鈴木個人名義で特許を受けて、1907年に、常磐線泉駅との間に付設した、小名浜馬車軌道が始まりである。 軌道自体の経営は順調であったが、鈴木が着手した醤油作りの新事業の失敗で製塩所が閉鎖に追い込まれ、このため製塩所と軌道事業は小名浜町の有志らの奔走により、合資会社東商会に引き継がれた。その後、小名浜の東方にあるエナからの水産物を運ぶため、小名浜エナ間に馬車鉄道が計画され、 岩木海岸軌道として1916年に開業。1918年には東商会を買収し、泉小名浜江中間の路線が形成される。1926年にはガソリンカーなどの導入により、動力が内燃化された。しかし、漁獲港が落ち込み貨物輸送量が減少したため、経営難に陥り、1936年には、 小名浜ナカンが特許取り消しとなり、廃止となった。1939年になると、小名浜に工場を建設することになった、日本水素工業に経営が委ねられ、小名浜臨港鉄道に社名を変更した。1941年には、製品輸送のため常磐線と直通できる 1067mm 機関の新線が建設され、馬車鉄道時代からの急線は廃止された。 1953年には、小名浜エ那間を結ぶ鉄道が、エ那鉄道として復活し、栄町エ那間が開業した。エ那鉄道の業務は、小名浜臨港鉄道に委託されていた。小名浜臨港鉄道も小名浜栄町間を延伸開業し、泉エ那間に直通列車を運転した。しかし、エ那鉄道はバスなどとの競合から不振で、1965年に、 台風の被害を受けると、翌年に休止となり、小名浜臨港鉄道との直通運転も廃止された。その後へな鉄道は1968年3月30日付で廃止となった。1964年に小名浜が新産業都市の指定を受け、工業地域として整備が進められることになると、小名浜臨港鉄道は国鉄、沿線自治体、 企業が出資する企業となり、1967年に福島臨海鉄道に社名を変更した。なお、1972年には開業以来続いた旅客営業を廃止し、貨物専業鉄道となっている。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震により、津波の被害を受け運休となり、同年5月30日から泉宮下間で、 シャーツ海貨物列車を運転再開2012年2月1日から小名浜までの全線で運転を再開した。小名浜港配合地震災復興土地区各整理事業により小名浜駅の用地で再開発が行われることになり2015年1月13日に小名浜駅が約600メートル西側に移転した。この際に宮下駅に接続していた。 東方は沿線要線が、小名浜駅接続に改められ、宮下駅が廃止となった。これにより、路線の全長は 5.4km から 4.8km に短縮された。また従来タブレット閉塞であったものが、特殊自動閉塞に切り替えられ、腕木式信号機が廃止となった。小名浜駅各戸内は、起点からの営業機路。院は廃止された、旅客駅。泉駅。 滝尻駅、東方は円舞駅、宮下駅、水槽前駅、小名浜駅、栄町駅。ありがとうございます。